ことぶきみなこのパンパンマジことぶき。本日私は無事に隔離期間を終えました。おめでとうマジことぶき。入れているアプリからもご協力ありがとうございましたとちゃんと連絡をもらったので、晴れて私は外の世界に出ていけるというそんな日でございます。なので、やはりですね、それにあたって一体どういった流れがフランスから日本に帰国してあったのかとか、何が必要だったのかとか、あとはまあその、まあ、こういったねウィズコロナだからっていう話もしつつも、海外から日本に帰ってくるにあたって結構いろいろこういうことも気をつけましたよなんて話もねしていけたらいいかなっていうふうに思いますので、ちょっとタイムラグといいますか、この動画を出すタイミングにはもしかしたらまた状況が変わっているかもしれませんので、あくまで私個人の経験談として聞いていただけたらなと思います。マジことぶき。はい、まずおさらいしていくと、今回私はフランスから日本への帰国ではありましたが、日本に帰国する前約2週間ですね、14日間の間にあなたはどこの国にいましたかっていうのを一応聞かれます。そしてパスポートも見られます。なので私は、実際振り返ると2週間のその14日間の間にフランスとイギリスにいたので、2つを、申請しなくてはいけなかったので、なんとこういった紙ももらいました。なんかね、もう言い方を選ばないと嫌な感じだなとは思いました。別にこれがダメとかじゃなくて、ちょっと胸が痛いというか、このなんかピンク色だけど赤髪みたいな、それがね、なんかもらった時にわーやったーではなくて、あ、そっか、そういう国から私は帰ってきたんだなって、なんかこう、まあ、事実なんですけど、こう突きつけられるようなちょっと印象があって、この髪を見るたびに胸が痛いというか、もうこのハートが痛くなる感じ、がありました。まあそんなことはあったんですが、段階を追って話していくと、海外から日本に帰国するっていうのが、私の帰国するタイミングではですね、ちょうど72時間以内の陰性証明書の提出が必要だったんですね。つまり72時間ってことは3日前ですよね。フランスの、まあ病院にもよると思いますし、検査場にもよると思うんですけど、だいたいこうね書かれてたのが48時間以内に出します、陰性証明書を発行します、 PCR テストではねっていうのがあって、イギリスの印象だともっと早かったんですよ。まあ、エクスプレス便じゃなくてもだいたいなんかスッと出てくるイメージだったから、48時間以内に出るって結構ね、事前に受けに行かなきゃいけないし、いつその結果もまず受け取れるかわからない、まあ、48時間以内とは言われてるけども、なんかその2日もちょっと不安だし、一番大変なのが日本式のこのフォーマットに書いてくださいねっていう陰性証明書の提出の仕方が実はあるんですよ。でそれは一応新型コロナウイルス対策、まあ、水際対策っていうんですかね、それのサイトを見ていただけたらどのようにしたらいいかっていうのを書いてあるので、もし気になる方はチェックしていただきたいんですけども、一応フランス語だったらこのフォーマットに書いてあなたが陰性であったことを証明してくださいね、でここにちゃんと医師に書いてもらってくださいねみたいなことが書かれてるんですよ。でそれが、まあ、変な話、英語だったらねまだあ、ここ記入漏れてますよみたいなやり取りができるかなって思うんだけど、やっぱりフランス語でやり取り、もちろん英語喋れる方々ばかりだったから結果良かったけど、本当にフランス語で全部やらなきゃとか、なかなかうまく伝わらないなってなったら、やっぱ気が気じゃないというかね、ドキ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 しっぱなしだったのもあって、地味にストレスでした。あとはね、英語は基本的に、まあ、万国共通みたいな感じなので、英語で書かれた陰性証明書だったら OK ですよっていうのがあるんですけど、まあそれがね、もともとこのフォーマットにしてほしいっていうやつと違ってたりとか、もし記入漏れがあったりとかしたら、それで強制送還帰らされてるっていう人の話も実は聞いたことがあったんですよ。なので
せっかくね日本に入国したのに、その記入漏れのせいでもう一回フランスやらイギリスやらどっかに帰らなくちゃいけないってなったら、私どうしたらいいのって、もう多分超パニックだったと思うし、もうね心も疲れちゃうしっていうので、とにかく念入りに念入りにやってました。まだ PCR 検査の話は続くんですけれども、結果ですね、私はその PCR についてのお話、以前生配信の時にもね少しさせてもらったんですが、予約をして48時間以内に大体出ますよっていう PCR 検査か、もしくはエクスプレスみたいな、とにかく早く、1、2時間で検査結果が出るよっていう2つがあったんですね。でこれが約20ユーロの差で、普通の PCR テスト、約48時間以内までには出しますよって言ってるのが50ユーロで、早めにね 1,2 時間で出しますよっていうのが70ユーロでした。ちなみにこれすごいんですけど、フランスの方々、そのナショナルカードみたいなやつをちゃんと持ってる方々、ビザを持ってる方々は、なんと私だったら50ユーロ払わなくてはいけない48時間以内に結果が出る PCR テストが無料、そしてエクスプレスの 1,2 時間で出る方が20ユーロで受けられるんですね。この差すごいなとびっくりしました。まあフランス国民であれば無料ですよっていうのは結構やっぱありがたいことだなって、受けやすい環境にはあるのかなって思いました。だからなのかな、私が行った時はですね、やはり長蛇の列でした。なので私一応予約してて、この時間ですよって言われた時間、まあ約1時間ぐらいは並んで、1、2時間で結果が出るっていうやつを受けました。でプラスそのね、まあ20ユーロ払って、総額70ユーロ払ってたんですけど、まあ、これがまさかのね当日券を持ってる人しか受けられないっていうことが詳細で書かれていて、ちょっとねそれにはそういうトラップもあるので、皆様気をつけていただきたいというか、フランスのその空港で受けた PCR 検査はですね、本当にフランス語での記述ばかりだったんですよ。こちらに並んでくださいとか、この QR コードからダウンロードして自分の詳細とかを登録してくださいっていうのも全部フランス語で書かれてて、これはねなかなかハードルが高かったです。なので困ったら周りの人に聞くっていうスタイルで私はなんとかやってったり、実際そこの PCR テストを受けた方のブログ、日本人の方のブログを読んで、あ、こうしたらいいんだなっていうのを勉強してから行きました。なのでちょっと焦ったりはするかもなんですけれども、まあなんとかなんとか多分やり取りできるはずなので、大変ではあるんですが、一生懸命くじけずに、心折れずに、はい、頑張っていただきたいなと思います。無事に PCR テストを受け終わって陰性でございました。なので、その証明書を持って、チェックイン、搭乗のためのチェックインをしたんですね。なのでそのあたりは基本的にちゃんと紙を持ってたりとかすればスムーズでしたね。で、まあ、これは新型コロナウイルスの話ではなく、こう海外から、まあ、大荷物を持ってね帰国するとか渡航するっていう時のちょっとした私の経験談のお話なんですが、今回私はまあ約1年半暮らしたイギリスの荷物をフランスに持ってって、フランスからその荷物をさらに日本に持ってく、でフランスでもお土産とか買ってるわけなので、どんどん荷物が増えて、結果ね私大きいキャリー、多分一番大きいキャリーを3つ持って帰国しました。でね、ちょっとこれは私のミスしたとこであったんですけど、そのね3つのうち一つは、私 JAL で帰国したんですが、その JAL が規定する23キロを超えてたんですね。なのでその超えた分の超過料金、そして基本はまあどのクラスに乗るかなんですけど、私が乗ったクラスは2個までだったんですね。なんですけど、まあ、3つあるということで、その分の超過料金っていう感じでした。だから結構それに加えて支払わなくてはいけないっていうものがあったので、私は、まあ、現金とかそういうのではなく、溜まっていたマイルを使って支払いをしてみました。最初はねなんでかわからないけど、直接全部打ち込んだりとかしてくれる人からはできないって言われたんだけど、なんか隣で荷物をね運んでくれる人はできるよ、大丈夫だよって日本語で言ってくれたりとかして、結果はい、なんでできないって差し言われたのかちょっとわかんなかったですけど、
マイルでもその超過料金っていうのは支払うことができるということを今回学びましたので、その経験談のお話でした。チェックインが終わった後はいよいよ出国というふうになるわけなんですけれども、これね、気をつけなくてはいけない、出国はお早めにということで、ゲートをくぐる時間ですね。実際のその搭乗の時間はまた別でアナウンスされてると思うんですけど、搭乗しなくてはいけない飛行機の、まあ、1時間前ぐらいにあの出国ゲートみたいなのを通って、まあ、荷物検査とかいろいろするところに並び始めたんですよ。私の予想だったら大体、てか並んでなかったから、まあ10分ぐらいで終わって免税店に、まあ、30分ぐらい行けて、まあ、10分ぐらいちょっとコーヒー飲みながら飛行機の搭乗を待てるかなーなんて思ってたんですね。まさかのまさかでございました。自分が何を荷物を入れてたかっていうのも、まあ、ちょっと曖昧だったからかもしれないんですけど、うっかりね、 iPad を手荷物のところに入れていって、でそれをね、本当は別で、まあ、携帯とか iPad とかそういう電子機器は別で出してこうスキャンしていかなきゃいけなかったのに、リュックの中に入れたままスキャンしちゃったんですよ。でそうしたらですよ、でもかーいっていう風になっちゃって、一応チェックして、まあこの iPad だったねみたいな、じゃもう一回通してみるねみたいな、そこからですね、結果私の前に実は15人ぐらいかな、そう、本当外の出国ゲートの入り口を入るまではすごくすっからかんだったから、あ余裕じゃんなんて思ったんですけど、実際この手荷物検査のところでだいぶ渋滞していたということがよくわかりまして、私はね、そのベルトコンベア、私の荷物 2,3 回通ったのかな、だから結局30分ぐらいかかっちゃったんですよ。そうだから20分見れないかなみたいな感じだったから、もうね超血迷いました。これも欲しいし、これも見たいけど時間がないみたいな、でもお手洗いも行きたいしみたいな感じで、ちょっとパニックになった、プチパニックが実はその出国してから搭乗までの間にありました。はい、なので皆様、やはり早め早めが、空いてるからといってゆっくりではなく、早め早めがいいのではないかなというふうに思いました。いろいろありまして、なんとか私無事に飛行機に乗ることができました。実際飛行機の中は本当に丁寧にですね、感染症対策をしてくださっていたので、めっちゃくちゃ安心して過ごすことができました。乗車率的にもですね、私が飛行機に乗ったタイミングはそんなに混んでもないけど少なくもないのかなみたいな、もちろんお隣の席も誰もいなかったですし、それぞれのなんていうんですか、通路を挟んで、まあ大体3レーンぐらいあるって言ったらいいのかな、それぞれのレーンに、まあ、お一人か二人座ってるぐらいな感じなので、そんなにでしたね。でそこは安心して過ごせました。さあそんなこんなでようやく日本に到着しました、羽田空港。もうね、やっぱ羽田国際空港もかっこいい、あ東京、ああったかいみたいなね、気温の差にも驚きました。で、あのそこからが、まあ、少し時間はかかるんですけど、PCR の検査だったりとか、いろいろね誓約書の提出だったりとかっていうのがあるんですが、本当にまずお話ししたいのは、すっごい私の時はスムーズでした。これはもしかしたら飛行機もそんなに混んでなかったからっていうのもあるかもしれないですし、実際その、まあ、ウィズコロナの生活になって、皆さんがどん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 いろんなことをアップデートしていってくれたおかげで、私が帰る時にはすごいスムーズに、終えることができたのかなっていうふうに思います。所要時間は約2時間で、何をしたかとちょっとずつ振り返っていきますと、まずは誓約書やアプリをインストールしているかどうかの確認ですね。はい、こちらです。こういった感じの紙をいただきます。日本へ入国帰国する皆様へということで、こういったアプリ入れてくださいねっていうのがあるんです。で、まあ、中にもね、あの何が必要なのかとか、まあ、ここから QR コード読み込んでいただけたら本当にすぐ入れられますよもそうだし、あの必要な対応っていうのもここに全部書かれてるんですね。なので、まあ、こういうのを全部、スタッフさんがチェックしててくれる感じです。
そしてこの14日間の待機についての誓約書っていうのも事前に配られて、それも自分で署名してっていう感じになったりとかっていう感じなので、こういうのはもう事前にやっておけば見せて確認してもらって大丈夫ですねってなったらもうすぐ行けるんですよ。でもこれを入れてなかったら今入れてくださいっていう風になるから、まずじゃあ例えば Wi-Fi 繋がないと自分の携帯使えないんだよねみたいな、日本のキャリア持ってないからっていう状況だったら、まずそこからいろいろ段取りをしていかなくてはいけない。だからそのあまり気にしないんだったらもう着いてから全部言われた通りやろうでももしかしたらありかもしれないです。ただ本当に入れていれば無駄はないし、事前準備はしておくと、自分にとってもだし、そこでいらっしゃるスタッフさんもスムーズにやり取りは行えるかなっていうふうに思います。で、そういうやり取りを全部終えて PCR のその検査になります。で、羽田空港で私がやったのは唾液の検査でした。なのでちょっとこれもね、生配信の時にお話ししたんですけど、唾液の検査の場合は目の前にそれぞれね、パーテーションで区切られて自分の部屋みたいな簡易的な個室みたいなのができるんですけど、目の前にこう酸っぱそうなもの、こう唾液が良くてそうな写真が飾られていて、例えば梅干しとかレモンとか、私の場合レモンだったんですけど、そういうのを見ながらちょっと唾液を採取していくっていう流れになります。で、それも全部終わって、じゃああなたは何番でお待ちくださいね、番号で呼ばれるまでお待ちくださいっていう風になって、これちょっと切なかったのは、今までだったら搭乗場所として使われていたエリアをその PCR の検査結果待ちの待機場所として使われてたんですね。なので本来であればここは空港なので、ここから飛行機が飛び立つわけだし、その飛行機に乗るための人が座る場所だけど、ここは今はその検査の結果を待つ人のための場所になってるんだなっていう風に思うとね、なんだかこれが今の現実なんだなっていう風に実感しました。で、そこから約1時間ぐらいですかね、待ったのが。だから本当にちょっと前だとトータル空港に5時間いましたとかっていうお話聞いたことあったんですよね。だからうわどうしようって思ってたんですけど、そういう心配もだいぶ減っていたので、その後ね、どうしても移動が公共交通機関を使えない移動だったりするので、私の場合はハイヤーを、お願いするっていう、そのよく言われるコロナタクシーって言われてたり、帰国者向けのタクシーっていう風に言われてるやつからサイトから応募したんですけど、そういったところもですね、ちゃんと大体何時間くらいかかるかわからないから、検査結果が出たらお電話してくださいねみたいな風に対応してくれる会社さんだったんですよ、私が予約したところが。なのですごい事前にこの時間に帰国するので何時ぐらいに迎えに来てくださいとかも言わず、実際もうすでに待機はしているので、いつでも連絡いただければ向かいますみたいな感じだったので、すごいそれはね安心しました。変にこう追加料金とかね、待っていただく時間とかの追加料金をかけなくてよかったっていうのは結構ね、金銭面的にも安心するというか、ちょっと良かったかなと思います。私はその PCR の検査結果を約1時間ぐらい待ってたんですけど、その待機場所にはですね、ドリンクの自販機とご飯系の自販機、お菓子とかそういうのもあったので、小腹が空いた方とかはそこで買うこともできるかなっていうふうに思います。個人的にはすごいワクワクしました。久しぶりの自動販売機みたいな、ドリンクの自販機なんてなかなかないし、うわ紅茶、アイスの紅茶が、ゴゴティーが飲めるとかね、そういう感動があったりとかねしたので、割と私のこの1時間待機っていうのもそんなに辛いものではありませんでした。そして無事にですね、私のナンバー番号で発表されて、自分の番号を見たら、本来であればね、搭乗ゲートになる場所、そこにスタッフの方が立っていらして、私何番ですみたいな感じで言ったら、何々さんでお間違いないですねって、ことぶきみなこさんでお間違いないですねって言って、はい結果は陰性でしたって言って、陰性証明書というか、はい、そういうのがもらえました。なんでその時だったかなの前後に、はい、お見せしたこちらをもらって、あ、そっか、私はこのね
指定地域滞在歴ありになるんだなって思ったんですけど、本来この指定地域滞在歴があった場合は3日間か6日間の、強制隔離っていうのがあったりとか、トータル隔離期間は14日マストですよっていうのがあるんですけど、今だと2回ワクチン打っていたらその強制隔離も免除、そして10日間隔離でも行けるっていうチャンスといいますか、緩和されることも可能ですよっていうアナウンスがあるんですね。なので実際私はですね、その10日間の隔離で済むことができました。まあ、そのね10日になるためにはまたいろいろ手続きというかしなくてはいけないことがあったので、そのお話は改めてしたいと思います。結果を受け取ってからですね、ようやく外に出れるっていう気持ちはありつつも、そこからがまた次のステップです。荷物を受け取って税関をくぐるっていうところがありますね。荷物はですね、結果、まあ、1、2時間かかっているから、そのテストだったりとか、あとはアプリの確認とかっていうので、まあ、それだけ時間がかかっているので、荷物はとっくにベルトコンベヤーに到着しているので、自分の荷物がずっと回ってるわけじゃなくて、もうね、あの係の人がすでに下ろして置いといてくれるっていうスタイルになってましたね。なんかそれも新鮮だなって思いました。でそこから税関の証明書とかね、出さなくてはいけないんですけども、私は実はイギリスから荷物を船便で送っている最中ではあったので、税関の申請書っていうのはすごく大事になってきます。でハンコをしてもらって、それが返ってきてまた提出をしたりとかもしなくてはいけないので、大切にね、その税関で、やり取りする資料っていうのも大事だし、その後返ってきたものも大事に保管してなくてはいけないっていうことを今回初めて学びました。なので、もしも今後ね、海外に行かれる方、行って帰ってくる方で船便などがある、もしくは飛行機便とかそういうのがある方は、そういった申請も同時に必要になってくるので、このねコロナ対策、その水際対策によっての申請書とかもろもろも書かなくてはいけないんだけれども、そういった税関の方たちに提出するものもあったりとかするので、いろいろ本当に大変だとは思いますが、頑張ってください。私も頑張りました。そうこういろ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 ありまして、ようやく外の世界へということで、やっぱりあ懐かしいみたいな気持ちになってすごく感動しました。でそこから私はマンスリーで、隔離期間だったんですね。お話ししたみたいに3日間の本当であればイギリスからもしワクチン接種をしてなかったら3日間強制隔離があって、それを含めての14日間隔離っていう形にはマストでなるんですけども、私は2回ワクチン接種したっていうその証明書を提出していたので、3日間の強制隔離がなくなりました。なので初日から自主隔離ということで、私の場合はマンスリーを借りて、生活を始めました。人によってはですね、ホテルを借りる方もいたりとかしますし、実家だったりとかお家がすでにある方はそちらに帰られる方がいます。私は先ほどお話ししたみたいにハイヤーに乗って帰ったんですけど、自家用車の方もいたりレンタカーの方もいたりするのかなっていうふうに思いますね。そんなこんなで無事にお部屋に到着した時はほっていうね、超嬉しいみたいな、あーでリラックスしたい気持ちは山々なんですが、一つ絶対に忘れてはいけないことがあります。これが MySOS のアプリで現在地報告っていうのをその日のうちに絶対にやってください。っていうのも、その報告した日は、まあ、0日カウントなんですよ。なのでその次の日から1日目、2日目、3日目という風にカウントされていきます。その現在地報告をした日から数えて何日みたいな感じには一応なるんですね。でこれを次の日とかにしちゃったら帰国がその日っていう扱いになっちゃって、それでね隔離日数がどん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 勝手にまあ伸びてちゃうんですよ。でそれはマストでね必要になってくることなので、0日目の時に現在地報告をして、その後からまた毎日の健康状態とか報告していくっていう風になっていきます。そのお話もじっくりしたいと思います。
に私の隔離ライフが始まるわけですね。ここからもですね、ただただ隔離してたらいいわけではなかったっていうことのお話をします。まずは、毎日必要になるのが MySOS アプリ、これでですね、自分が、現在地報告、そして健康状態の回答、そして、電話がかかってくる、この3つが、マストでしなくてはいけないことなんですね。で、最初に言った現在地報告と、最後にお話しした通話、電話っていうのはですね、これは向こう側から MySOS 側から基本的にはこう通知が来るので、それがプーって、鳴ったりとか、通知があった時に対応すればいいものなんです。で、健康の報告っていうのもですね、基本的に急いで回答してくださいねっていう時は通知が来るんですけど、基本的に日にちをまたいだらですね、自分で回答して大丈夫っていう感じになります。健康のその回答も、熱ありますかみたいな、何度以上ありますか、ないですかみたいなことだったりとか、あとはそういう咳とかそういうの出てないですかって症状の確認したらもう終わりだから、本当に1分もかからない健康の、その確認っていう回答だったので、すごいスムーズで楽です。現在地通知に関してもすごい私はブーって来たらすぐピッて自分が今ここにいますよっていうボタンを押したらね、すぐ終わりなんでよかったんですけど、初日隔離場所に到着した日、その日に現在地報告っていうのをやったんですけど、なんかね、やっぱ GPS の関係とかでちょっと動いちゃったりとかするみたいで、私は1日1目の時にビデオ通話で入国管理センターの方からお電話がかかってきました。それ以降はですね、ずっと AI で30秒間この枠の中に自分の顔を入れて、このサイズ感に入るように、はい、背景もちゃんと写してください、マスクは外してくださいみたいな、そんな通話、ビデオ通話がかかってくるんですね。私の場合はその初日だけ入国管理センターの方から電話があって、多分違うと思うんですけど、小天気さんお外出てたりとかしますって言われて、いや出てないですみたいな、もうずっと家にいますみたいなねことを言ってたんですけど、勝手に多分 GPS の関係で220メートルぐらい動いちゃってるんです、最初の報告書からみたいな、報告地からね。なので、改めてその待機場所っていうのをもう一回設定し直してもらっていいですかみたいな感じで、現在地待機場所ここですっていう、ボタンこちらですよっていうのもちゃんとご丁寧に案内してくれるので、それ通りに、言われた通りにボタン押し直したら、もうずっとここで大丈夫ですので安心してくださいっていうやり取りをして、それで通話は終わりました。ですが、まだあった大変だったことが、それはですね、なんと搭乗便に陽性者の方がいらっしゃったので、あなたは濃厚接触者の可能性がありますっていう連絡が厚生労働省の方から最初メールできたんですね。で、え？そんなことがって、だって冷静に考えても、私が乗ったそのプレミアムエコノミーというところはだいたい前から後ろにかけて5列ぐらいしかなくて、お話ししたみたいにレーンで言うと3列ぐらい、通路挟んで3列ぐらいしかないっていう状況に1人2人いるかいないかで、前後でお話ししたりっていうのは全くないわけですよね。だったから、どこから濃厚接触者になるのかなっていうのがね、まず基準がちょっとわからなかったので、それにちょっとどうしたらいいのかなって思ってたんですね。で、実際そのメールには特に何をしてくださいみたいなことが書いてなかったので、可能性がありますでどれぐらいの割合の話をしてるのかもちょっと私も曖昧だったので、そのまま一旦放置しました。そうしたら次の日、隔離2日目の日にですね、 MySOS アプリの方からも通知で、あなたが乗っていた便にその陽性者の方がいらっしゃったので、あなたが濃厚接触者の可能性がありますという連絡が来て、もしも濃厚接触者だった場合は10日間隔離になる、その短縮緩和、規制をちょっと緩和されるっていう、その対象外になりますのでご注意くださいっていう連絡が通知で入ったんですね。なんですけど、みたいな、本当に思い当たる節がなかったので、一
応そのね、同じ便だった方にも確認したんですよ。同じような通知来てますかって聞いたら、全く来てないですって言われて、みたいな、余計に謎が深まるばかりで、で、まあ、そこに一応書かれてたこととしては、保健所に電話して、自分がどうであるかという確認をしてくださいっていうふうに書かれてたので、実際電話したんですね、私は。で、電話したら、多分症状が出てないなら大丈夫だと思いますよ、で、一回電話が終わったんです。で、でも、私のその短縮期間がね、変わってくるかもなわけですよね。だから、これで本当にいいのかなと思って、入国管理センターに再度電話をしました。そしたらですね、入国管理センターの人からは、いや、確実にあなたがどうなのかっていうのは保健所の方が認定不認定っていう風にしてくれると。濃厚接触者である認定、濃厚接触者ではない不認定っていう判断をして、それを入国管理センターに申請するっていうので、あなたがどういうポジションにいるのかっていうのも入国管理センター側もわかると。まあ、この二軸があったので、もう本当にお手数ですけど、もう一回ことぶきさん、区の保健所に電話してもらえませんかというふうに言われたので、あ、それは確かに明確にするために私も電話しなくてはと。電話したんです。で、区の保健所に電話したところ、やはり最初は、なんでかわかんないんですけど、体調に変化がないなら一旦大丈夫ですよっては言われてたんですが、やはり私のその隔離期間の大きな影響がね、出てくるところではあるので、もうちょっとプッシュして、どうしても知りたいし、そのことによって私がどう変わるか、変化があるのでっていう風にお伝えしたら、調べていただけたんですよね。なんで、これは、まあ、俗に言う、回しっていうやつだったのか、それとも本当に他の場合でもそういうものなのか、ちょっと私も日本にいなかったから状況がわからないんですけども、まあ、その中でも全然丁寧な対応をしてもらえたので、私自身もドキドキはしてたけど、まあ、なんで言うんだろう、嫌っていうよりかはそのドキドキが落ち着かないっていうこと、になんかちょっと不安視する部分はありました。なんですけど、まあ、最終的には確認をしていただけて、無事に私は濃厚接触者ではありませんっていうふうに折り返しの電話をいただけたので、はっっていうふうにね、またほっと一息つく瞬間がありました。ですが、これだけでは終わらなかったんですね。これがね、本当に難しい。全くもってこれは私の経験談の話をしているだけなので、愚痴ではないです。それは本当に理解してほしい。でもこれを記録として残すことで、もしもね、今後帰国される方々がこういう可能性もなきにしもあらずなんだっていうものを思っていただけたら、ちょっとでも不安要素が逆に減るのかなと思って今お話しさせてもらってます。マジことぶき。そして私の隔離生活は順調に2日目、3日目、4日目と進んでいき、9日目にやってきました。この日がとても大事な日だったんですね。というのもですね、10日目に2回ワクチン接種を終えた人に限るなんですけど、10日目に自分で、PCR 検査を受けに行って、それが陰性だった場合に、実際サイトからね、自分の陰性証明書もアップロードして、MySOS からあなたの隔離、規制緩和いたしますという連絡が来るんですよ。そのやり取りをするためには、9日目にあなたは、2回ワクチン接種をしているので、その緩和の対象ではありますと、10日目以降に、PCR 検査を受けに行った場合のみ、それが対応になりますので、もし必要だった場合はこういう風に、やってくださいと。で、例えばその PCR 検査も自分が行きたいところに行っていいのかって言われると、そうではなくて、国が指定するここに行ってくださいねっていう一覧表があるんですよ。で、その中から自分が行くところをね、選ばなくてはいけない。そして、その移動もですね、もちろん公共交通機関は使えないので、自家用車またはそういったハイヤーとかになるのかなと思って、私はハイヤーをまた頼みました。そしてもちろん PCR 検査も自費です。なので、これを全部払ってでも10
10日隔離にしたいのか、それとも、まあそれはいいかということで、14日目までそのまま14日間隔離にする方っていうのは結構分かれるんじゃないかなっていうふうに私はその当時思いましたね。私は10日間隔離にしたかったので、PCR 検査、そのお金ももちろんその移動費も出そうっていうふうに思ったんですけど、ここは私にとっては9日目にその通知が来ないと10日目に PCR 検査に行けないという、はい、そういうふうになってたんですね。なので9日目っていうのがすごい大事だったんです。ただ全くもって連絡が来ない、みたいな感じになって驚きまして、それでまた入国管理センターに電話しました。すいません、そういう連絡が全く来てないんですけどみたいな、これってなんかどうなってますみたいな感じで確認したらですね、なんと実はその私ね、濃厚接触者の疑いがあります、まあ、可能性がありますっていう通知あったじゃないですか。あの時に区の保健所からは違いますよっていう風に連絡をいただいていたので、あ、違うんだなと思って満足してたんですけど、実はそこから、区の保健所から入国管理センターに、ことぶきさんは濃厚接触者ではありませんでした、不認定ですっていう申請をしていただかなくてはいけないんですね。なんですけど、それが実はうまく連携が取れていなかったそうで、なので私は未だ濃厚接触者の可能性っていうポジションのままだったから9日目に連絡が来ませんでした。もし濃厚接触者だったらその緩和規制の対象から外れるっていうことだったので、9日目にあなたは10日目 PCR 受けに行っていいですよっていう通知が来なかったんですよね。だから入国管理センターに電話したらそうやって言われたので、で結果もう一度区の保健所の方に連絡してもらっていいですかって言われたので、私自身もその事情も全部区の保健所の方々に話して、全然怒ってるわけじゃないので、とにかく今日中にやっていただけると助かりますっていう風にはお話しして、まあ結果は別にね、本当怒ったところで変わらないので、だからとりあえず今日中にやっていただきたいみたいな頼みますみたいな感じになって、無事にですねそれを、区の保健所の方に対応していただいたので、入国管理センターの人たちも本当に親切で、まあ、こういう状況になってるんですって、なのでことぶきさんも電話していただいたらこちらにも連絡が入国管理センターの方にも、区の保健所から来ますので、ちょくちょくことぶきさんの状態が変化しないかどうかっていうのはチェックしておくので、ご連絡いただけますかみたいな感じで言っていただいて、もう心よく、もちろんですかけますみたいな感じだったので、私が電話して区の保健所に電話して、その後、入国管理センターにもすぐ連絡がいったので、おかげで、まあ、その入国管理センターMySOS のアプリからもあなたはその10日目に PCR 検査を受けに行くことができますっていう風に通知が来たということだったので、はぁってなりました。もう本当にね、こればっかりはまあそれこそ前例もないですし、なんかこういろいろある中で皆さん対応しているからね、きっともういろいろあたふたあたふたしますよね。だからこそやっぱり私自身も本当にあたふたあたふたするというか、まあ、ちょっとその中で言うとやっぱ心が休まらない感覚になるっていうのが正直トータルして隔離期間も大変だった部分ですかね。それ以外の10日間隔離はそんなに苦ではなかったです。なので無事に PCR 検査を10日目に受けに行き、検査結果陰性だったので、その陰性だったものを MySOS のアプリにちゃんとここからアップロードしてくださいねっていう風に誘導していただけるので、そこをタップして自分の陰性証明書の写真をアップロードして、でそれを待った私の場合は数分後だったかな、あなたはちゃんとアップロードできたので規制を緩和いたしますっていう風に連絡が来て、次の日から隔離解放ですというお知らせが来ました。つまり、10日間まるまる隔離をして、11日目から解放されるという風になっておりました。
それが私の長きにわたる、フランスから日本へ帰国、そして帰国して空港で何があったか、そして空港で無事に終えてから、隔離期間どうしていたか、何かトラブルがあったのか、いろいろあったねっていうことだったりもありつつ、そして晴れて本日今喋っている私は自由の身になりました。なので早速コンビニに行ってきました。コンビニおにぎり昆布ってこんなに美味しいのねって思いながらね食べましたね。あとは、はい、スタバゲットしました。クリスマス超テンション上がりました。これ何種類もあるってお姉さんが教えてくれたので、はい、網羅したいなって思ってます。マジことぶき、たくさんお話ししてきました。ことぶきみなこのパンパンマジことぶき。いや本当にいろいろありましたが、これもあくまで私ことぶきみなこの経験談、そして私が実際にこの、入国にあたって出国にあたって隔離にあたって経験したタイミングっていうのは、現在の多分隔離だったりとか規制だったり水際対策とはまた違ってきているとは思うので、こういったパターンもあったよっていう、あくまで一例として聞いていただきたいなというふうに思います。私が本当ちょうど、日本に帰ってきて少ししてですね、あのビジネスの入国者の方、そして留学生の方々っていうのは、なんとワクチン2回接種してたら3日の隔離で終わり、その後は、それぞれの担当機関、例えば会社だったら会社の方、学校だったら学校が管理する上で、3日隔離のみで済みますっていうお話があったんですよ。でこれがね本当に最初あのビジネスと留学生対象っていうのは私も分からなかったので、もしかして私も3日で終わるなんてちょっと思ったりはしたんですが、そんなわけもなくということでしたね。もちろんこう理想を言えばなんか他の対策というか、3日の人もいるんだったら10日って何なのかなとか14日って何なのかなっていうのが、まあ、ちょっとした疑問ではあったりはしました。でもまあこれでみんな安心して無事に終わったよっていうところで、心地よく過ごせるのは本当に一ついいことかなというふうに思っております。とはいえもちろんじゃあだから何でも OK っていうわけではないと思いますので、これからも引き続き私自身も気をつけつつ、そして、皆様も健康にお過ごしいただけると嬉しいなというふうに思います。今回の動画ご覧くださりありがとうございました。ことぶきみなこのパンパンマジことぶきでした。バイバーイ。僕らの世界が一つだけじゃないの。